こんにちは。今日は2クラス一緒にぷよの消し方を復習しましょうね。毎日同じ話してる気もするにゃ。ちゃんと聞いてほしいにゃ。そうね、先生からもお願いするわ。では総裁のおさらいから始めましょう。まず自分のフィールドの上の方に次に振るお邪魔ぷよが予告ぷよとして出ている時があります。この時に自分のフィールドでぷよを消すと予告ぷよが消えて次に落ちるお邪魔ぷよを減らすことができます。これを相殺と言います。相殺の効果はそれだけじゃないにゃ。相殺をした時中央にあるフィーバーゲージがたまります。そしてゲージがいっぱいになるとフィーバーになるにゃ。そうですね。短い間ですがフィーバー中は連鎖の起きるぷよが最初から積まれている状態になります。あとは連鎖の起きる場所を見つけて必要なぷよを落とすだけ。これを利用しない手はないにゃ。普通の連鎖が苦手な人も予告ぷよを相殺してフィーバーになればチャンスができますからね。そう、まさにチャンスだにゃ。それじゃあまず近くの人と対戦してみましょうね。頑張るんだにゃ。あ、ラフィーナとだね。いくよ。フィーバーのコツ、わかりましたか？まだ操作が難しい人もいるみたいにありね。そうね。じゃあ例えば同じ色のぷよを3匹ずつつなげておくといいんじゃないかしら。1連鎖でも相殺は相殺ですから、いろんな色で3匹ずつのまとまりを作っておけば次に何色のぷよが落ちてきても相殺しやすいわ。しかも相殺した直後はおじゃまぷよが落ちてこにゃい。これはフィーバーを狙わない時でも役に立つにゃ。まあともかくやってみるのが一番ね。ラフィーナの相手はおいなんだな。かったわね。さあ皆さん、TVer の基礎は分かりましたか？じゃあテストをするんや。そうね、本当にここまで分かったかどうか先生と対戦をしてみましょうね。大丈夫だにゃ、かわいい生徒をいじめたりしないね。さあじゃあ今回はここまでね。皆さん、上達のコツは経験を積むことです。毎日少しずつ続けましょうね。